北口外観武蔵高萩駅は埼玉県日高市大技高萩にある東日本旅客鉄道川越線の駅である。かつて近くに急に本陸軍の航空士官学校があり、その卒業式に臨席した昭和天皇が利用した貴品室や車寄せ、地下防空壕が残っていたが、駅舎改築に伴い旧駅舎と共に取り壊された。東西に伸びる 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム上には、京上駅舎を有している。川越駅管理の業務委託駅で、駅舎には、コンコースや駅事務室などがある。自動改札機はないが、簡易水下改札機や自動券売機が設置されている。駅舎からは南北に、出口が伸び、それぞれ南口、北口となっている。南口には、桜口、北口には、 朝日口という愛称が付けられている。なお、緑の窓口は指定席券売機の設置に伴い2008年1月31日をもって閉鎖された。現在の駅舎は2代目である。以前は開業以来の瓦吹きの地上駅舎が使われており、機品室もあった。2005年の改築に伴い旧駅舎は取り壊されたが、 新駅舎にも緑色の瓦を使用したデザインが踏襲されているほか、駅舎内部に旧駅舎の瓦と車寄せの柱を使って作られた展示コーナーが設けられた。旧駅舎は南口側にあり、改札口を通った先に線路をまたぐ、構内通路が設置されていたが、改築時に撤去され、海岸部分を銀色の台で塞いでいる。また、一番線ホームの傘旗よりには、 トイレも設置されているが、こちらは改築後もそのまま残されている。川越線は当駅までが大宮支社の管轄である。2020年度の1日平均乗車人員は2482人である。JR 東日本及び埼玉県東計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、南口、北口ともにロータリーが整備されている。 駅南口側に以下の路線が乗り入れ、現在はイーグルバスにより運行されている。過去には国際工業バスや西武バスによって運行されていた時期もあった。武蔵高萩駅その他同駅経由で西武バスが所沢駅坂戸駅南口線と狭山市駅西口坂戸駅南口線が存在していたが、 最後まで残っていた狭山市駅西口発着についても1995年まで国道407号の渋滞等を理由で廃止されている。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。